図面台。インスポーツ。釣り革。輪ゴム。虫かご。ご。お待たせいたしました。普通列車は久留米駅発車いたします。その通りご注意ください。ゴム。今日は久留米に向かってます。イエーイ。あれ、切り取りの続きはどこまで進んだ？わかんない。ずあ、ま、違う、俺が図画コンサートって言った。そうやん。車椅子寿司三昧。危ない。椅子酢飯。し。シンガポール。お、すごいね。ルーブル。ルクセンブルク。ご乗車ありがとうございます。終点クレメンに着きます。折口右側の一番乗り場に着きます。近くは足元にご注意ください。車内ピック携帯電話などお忘れ物ないようご注意ください。今日も JR 九州ご利用くださいましてありがとうございます。終点クレメンです。車内お忘れ物ないようご注意ください。クマ、よしこのまま行ける。動物のクマ。マク勝てるぞ。マクク車。車、まあ、よっしゃ。マルク。ドイツのお金がマルクってなかった。国。よっしゃ、勝てた。国？あ、ここ降りるまでの戦いなの？ここ降りるまでの戦い？うん。じゃあ負けた。上に行くの？うん。バス乗ります。あ、あった。動きますのでご注意ください。いやー、いい見晴らしだ。ご乗車ありがとうございます。次は築島です。
ケンタッキーがある。いいな。食べて。シティプラザに来たらどうするんですか。シティプラザに来たらどうするんですか。一旦ドアップをやめて、スペシャル R&B スペシャルライブっていうやつですね。はい、クール MB。はい、クール MB を見るらしいです。はい、ということでね、スキープラザにね、着きました。なんかすごい人がいますね。誰ですか？カエルです。はい、決まりました。カエルじゃなくて、カッパだと思うんですけど。あ、そっか。六角堂広場。なったよ。はい。まず、まっすぐ渡って、そこを右に行きます。ここが、久留米シティプラザ。じゃあ、まず渡って、ねえ。でも、しばらく夜はつけてるんかもよ。結構大きいよね。こっちです。ちょっとクリスマスツリー見てみます。こんな感じです。これがあるということは絶対つきますね、夜。ね。行こう。じゃあ行きまーす。マンボウス。行き行くです。ほら、おお、なるほど、こんな風になっているのか。ほほ、あ、じゃあこのあの暖かいのの下におったら暖かいかもよ。ないじゃん。え？ここ。うん、暖かい。ゆうちゃん、座って応援する？俺立った方がいい、その理由。何？もう踊りができるから。踊れるから。あ、こんにちは。ゆうくん初めてじゃない、会ったこと。お店で、あ、お店でも使いだけかな。こんにちは。こんにちは。お世話になってます。お世話になってます。いつも見てます。あ、着いた？こっちか。あ、こっちだ。ここにね、あのボリュームでも電源入れた途端にもつながるやつ。ゆうちゃんがまもなく久留米シティプラザママを持っとって、ちょ、あっちで遠くに開演いたします。ご着席いただきます。ハロー。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。お願いします。ハロー。ずっとこうやってさっきから探してた。オッケー。ユウくんが見えてくる。これでいい、正しい。ハロー。小丸さんにもらったチョコレート、バリ美味しかった。やばい、あれ。Somebody help me! Hey!
足をご確認ください。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。この上の中でねトイレを使わせてもらいました。うん、もうかやっぱ寒いからさ片付けて帰らないか。また来年後に会う。でここにラジオ局があるよね。え、ここラジオ Dreams FM 76.5 MHz。 え、ここは何でしょう。 What's this for? ねえ、遊べるスペース。 I don't know。どこだ、ライオンカレー。どこだったかな。ライザップがある。ライザップ。お。でここは写真館。なんかこちら辺にあったと思う。大人気のちょこっと運動してちょこっとなんとかってやつ。うん。むつもんぽちゃ。なんとか考えたかな。30年の何がもらえたら。どうでしょうね。2000円する。じゃあ一気に進んでみますか。まっすぐ。あ、開いてないみたいね。電気ついてないもん。見て、あ、ここほら、ここまだ開いてないな。まだ開いてない。うん。おー。待って、ほら。こんにちは。11。あ、もう終わったんだ。夜が5時から。なるほど。今何時？あ、3時。だいぶ時間。2時間で。残念。また来まーす。じゃあ。ねえ、あんたさ、どうする？さっきゆうちゃんどっかにケンタッキーがあるっつったよね。どこにあった？え、あのバスに乗ってからすぐ近く。バスに乗ってから行こう。バス、この道？さっきバスの俺たち乗ってたやん。うん。でも乗って。乗ってさ、そのまずまっすぐ行って右行くやん。うん。その時横にケンタッキーがあったもん。そうなん？そうだよ。行く？そうだね。じゃあ行こうか。それか、その焼きそばがどっちがいい？焼きそばとケンタッキーやったら。なんか今の気分じゃケンタッキーやね、まだ昼やけん。だよね。じゃあさ、夜の焼きそば買って帰ろうか。そうやね。それがいいじゃん。今日最高のご飯や。じゃあケンタッキーで食べて帰りますか。ジューシー感。
じゃあいただきたいと思いますね。いただきます。今から食べる。ここから。やばい。これやばくないですか。重心感がやばい。やばい。うわ、こっちに行って。すぐ食べて走りすぎたからかな。すぐ作ってくれるかな。ショック、残念、ショック。あー、ソーフレンが食べたかったんでした。ダメでした。閉まってました。はい、今から階段に降ります。な、どうしたん。まさかの僕が、リュックを忘れちゃいました。なので今から取りに行きます。何歌うんやろ。ローラーコースターかな、ハンターかな。全部聴きたいね。15分も聴きたいね。それか新しい曲の演出分解も。それ15分。危ないよ。どっちから行ったら、こっちからね。こっち。ありがとうございます。ありがとうございます。因数分解も社会情勢も。ジャンバーあれバッグの中にある。オッケー。もう今度ジャンバー取りに行くとかもうやめてほしいよ。もう驚かせなくてやっただけね。ちょっと空がさ、なんかミルキーな感じね。ここは、うん、濁ってる。もう社会情勢も今の僕には不和の空。とても飛んで聞こえないこのピンクのゴンドラ揺れて。世界はつまんそうに見えて記録的な伝説で溢れてるかも。また届いて出たいこの思いは君の名前を呼んでいる。ジェンダーを探して窓の外を眺めて乗る黒の謎。僕だから離れたい呪いを残したままパノラマに浮かんでいる15分間。まだ脆くて崩れそうなこんな恋でも君が好き、それは確かなんだ。デロリロリルンデロリロリルン。何俺歌えたよ。はい、じゃあ行きましょうか。言葉を探して探して探して大冒険。ちょこっとだけでいい。ちょこっと運動。パパには言ったけどまだ分からん、来てるかどうか。本当？行こう。じゃあ。さ。
さなんとか着きました。歌詞で、なんとか踏切がどうのこうのでもうあの電車がちょっと止まってたみたい。耳がおかしい。何変な動きになる。優しい人だったね、席を代わってくれた人ね。ああいう人ってすごいね。自分も疲れてるのにさ、僕はああいう人になってみたい、うん、マモより。なんて言った？ゆうちゃん、切符ある？え、ない。ゆうちゃん、どこだ？ちょっと、探すけど。ああ、ほんとだね、スタッフ頼む。待って、これかな。よいしょ。はい、うわ、はい、無事着きました。疲れた。大冒険でした。ちょっと疲れました。でもまあ、ママこっちだよ。はーい、ま、息子が一気に元気が良くなったのは、帰ってゲームをして、あの V バックス、買った V バックスを使おうと思っているからでしょう。ただいま。高評価とチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。